本日紹介するアプリはゲッターズ飯田さんの最強相性診断という出ちゃった。占いです。出ちゃいました。出ちゃいましたか。はい、ゲッターズ飯田さん、あの大好きな、あの尊敬崇拝する日本最強の占い師ですね。アメリカの心の師ですね。心の師です。のアプリ第3弾、は相性が占えますね。恋愛と友達と仕事の相性が占えます。これはね、名前と性別と生年月日と血液型、あとその占いたい相手と出会った西暦、これが重要になってきますね。ここは違うだけでも結構相性って変わるんですよ。なるほど、うん、あのもし覚えてないとか、うん、いつの間にか出会ってたみたいな時は空白にしても大丈夫ですということで、せっかくなんでゲッターズ飯田さんと私の恋愛相性を占ってみます結ばれるのかどうなのかってどうなんでしょう、占う、ガチをガチガチなこの気持ちを込めて、私普通に本名で占っちゃう、うん、なるほど、ここちょっと隠して、でもチキーン 83%、 なかなかこうこれね、高得点じゃない、高得点、いやこれね実はですね、うん、あのゲッターズ飯田さんって結構シビアで、うん、結構毒舌でなんかズバズバ言う感じなんで、うんうんうん、いやこの占いも そういう感じが出てて、うん、結構相性出ないんですよ。私大学さんで58とか、あ、53かな、すごい結構シビアマジで、うん、編集長と60とか、私は桃蔵さんも60でした、うん、結構シビアの、シビア、でもなんか占いの内容結構いいとこついてて、うん、私大学さんはあの私を結構助けていただいてるみたいな、だから感謝を忘れないようにしましょうって書いてあって、うんうん、まさにやと思ってなるほど、そう結構ね内容もこのコメントもいいとこついてるんですね、へえ、まあそんなシビアな占いで 83% っていうのは結構リアルに嬉しかった満面の笑みですねはい、ということで今からねクリスマスとか年末とかこの相性を占って盛り上がってください。話題作りにぜひどうぞ。